桜学院に転入してきました中等部1年のゴクナスです。じゃあそしてですね、転入生以外でよく話すメンバーは、最初にひながって言いましたよね。はい、そうだね。あ、よく、ね、なんかマリンがくっつきにいってる感じ。そうそう、ね、かっこいいって言って。え、どういうことどういうこと、なんだかかっこいいんだ。マリンちゃんってあのボーイッシュ系な子が好きなんですけど、あ、そっかそっか、ね、めっちゃかっこいいタイプなんだけどよく言ってる。あ、そう、よく言ってます。目つけられた目つけられた。でも野中的には嬉しいんだ、それは。嬉しいです。どんなお話をしたりするの？なんかあの、まあ、ダンスの話、うん、練習に付き合ってくれたり、うん、あとはなんかちょっと意味不明な言葉が意味不明。例えばどういう意味？例えばどういう意味？妖精って信じる。妖精俺さ、新しい学校に入ってさ、2、3日目かに妖精って信じるって近づいてくるやつ絶対やだわそんな不思議なやつやだよ。麻生入ってんじゃねえ、どうした？妖精、いやいやいや、お前の同級生だけど。そうじゃん、やばい、やばい、13で , , 笑うんじゃないの。え、それ言われて困らないの、の中は。いや、私も信じてるんで。え、マジで？あ、信じてます。でもここだから結構なんかね、何が好きなんだっけ、生き物、好きな生き物ゆいってゆいって宇宙人が好きって言って。何星人。それがまだ分かんないので、なんか面白くないですか、分かんないもん。ちょっと待てよ、おい野中、名を名乗れ。ここだっさ。お名前の名前は何だ？ココナッス。お前いいじゃねえか。名前は何だっけ？ココナッス。ありがとうございます。